ナのヒナタのライバル視がすごい。俺より飛んでんだけど。西野屋って身長150くらいだよな。160だこれ。敷島くん334センチ。次ヒナタ。はい。333センチ。先に言っておく、影山というセッターもいないお前に俺は価値を感じない。ボール拾いが嫌ならいつでも帰っていいぞ。練習止めて、すいませんでした。カラスの高校1年、ポジションボール拾い、よろしくお願いします。どうだ？もっと早く打てると思うんだよな。影山って多分コミュニケーション不器用なんだろうけど、意識的に頑張ってるって感じだよな。だっけー。影山にとっては白鳥沢戦よりきつい試合になるかもな。怖えぞ。大佐中央突破。大佐すいません。打ちやすかったけど。はい、ここで。いい感じだ。ローリングダンダー。ジャバス。なんだって。バックアタックの助走の邪魔してます。なるほどな。にしても言い方ってもんがあんだろうが。他にどういう言い方がありますか。飛んだな。いい顔してんな影山。セッターは支配者っぽくて一番かっこいいだろうが。新コート上の王様誕生だ。よし、影山。はい。
に固まった。気持ちわかるぜ小金川。マイナステンポ、ファーストテンポのシンクロ攻撃じゃない。10番今度は飛び出した。県内最強の壁集まれた。ブロック3枚。でもこれがなかなか。また星海、止まりません。これぞ八面六
日の大活躍。そう。あらら。俺のサーブの邪魔すんなや、このやかましぶた。あっ、だ、まさに東西セッター対決。どうすれた。俺ら相手に実験ぶっこんできよったんか。こっちも大概やな。